こんにちは、ケミチルチャンネルのケミです。今回は高種危険物取扱者の解説動画第13講義目ということで、科学1の基礎中の基礎についてやっていきたいと思います。科学の分野は基礎が本当に重要なので、まずは基礎中の基礎からですね、しっかり固めてから応用につなげていきたいと思っています。そのためですね、この動画最後まで見てもらえたらいいかと思います。ではやっていきます。でまずは原子の構造。原子の構造についてやっていきたいと思います。じゃあ例として今回はヘリウムが一番わかりやすいヘリウムについて。ヘリウムは陽子が2つあります。で陽子同士をひっつけるための接着剤のようなものですね。これが中性子になります。で中性子と陽子、この部分を原子核と言います。でこの原子核ですね、ここが原子核の周りにですね、陽子の個数分なんで2つですね、2つ電子というものが周りを回ってます。これが基本的に原子の構造になります。じゃあ次は炭素で表してみます。元素記号よく見る炭素だと思うんですけど、炭素をこう大きく書いて左下と左上に6と12。こういう数字が書いてあるんですけど、まずこれについて。これはそのまま。元素記号。です。で、次、この下の部分ですね。この下の部分は原子番号と言われるもので、これは陽子の数ですね。陽子の数の順番で原子の番号を振ってあるんで、これはもう陽子の数と思って大丈夫です。陽子の数はヘリウムで言うところのプラスですね。この真ん中にあるプラス。これが原子番号。だからヘリウムで言ったら原子番号は2ということになります。で、上の2倍されているこの部分。これは質量数。質量数ですね。質量数で、この質量数は計算式で書けるんですけど、これはもう原子核の部分ですね。陽子の数、陽子数足す中性子数、中性子の数ですね。これこの式で表せます。でヘリウムで言うと2足す2なんで、質量数が4、原子番号がプラス2なんで2になります。これがまず原子の構造の基礎になります。で、次は原子量について。原子量。これは先ほど原子の構造の例として出した炭素。炭素を、これ C 炭素ですね。炭素を12とまず定めたんです。炭素を12と定めて、で炭素と比べてどれくらいか、質量比がですね、炭素と比べてどれくらいかというものになります。だから炭素を基準、原子量は炭素を基準というものを分かってもらえたら大丈夫です。でちなみに水素、一番軽いって言われてる水素は炭素の12分の1の質量だから、質量数はと言われたときに1という答えになります。で次に分子量。分子量に関しては例で言うと H2O、 これ水ですね。水で水素の原子量、上で説明した原子量が1で、酸素 O ですね。酸素が16と定められています。で、分子量の分子っていうのは、そうですね、原子がいくつか集まってできたものを分子っていうんですけど、あとは足し算だけなんで、16足す H が2個あるんで、2、16足す2で、H2O は18。だから、原子量は単体、その一つの。分子量は複数。
それだけです。では次ですね。次はモルについて。モルは化学の中でめちゃめちゃ重要なんで、しっかり理解してください。でモルについて、モルは 6.02×10^23 個の原子が揃った時に、グラムですね、何グラムか、グラム数のことを言います。で日常生活の一般例を言うと、モルとすごく似てるのは、例えば鉛筆想像してもらったら12個で1ダースですよね。で卵も12個揃ったら1ダース。卵と鉛筆は違う物質ではあるけれども、12個揃ったら1ダースという同じ単位がつけられてますよね。モルも同じで、化学の世界でそのように使っていて、炭素であっても酸素であってもモルは 6.02×10^23 個揃ったら1モルという、それと同じです。だからダースと同じような感覚でいいと思います。で例えば炭素1モルあたり何グラムかなど覚える必要はなくて、問題文に必ず書いてあるんで、とりあえずモルがどういうものか、どういう時に使えるか、使い方だけですね、覚えてもらえたら大丈夫です。で先ほど 6.02×10^23 個でモルと言ったんですけど、モルにはいくつか共通な考え方があってですね、もう一つ、1モルで体積は 22.4 リットルというものがあります。これも非常に使うんで、これに関しては覚えてください。 22.4 リットルであるということは。で次はですね、混合物、純物質、単体、化合物についてなんですけど、まず一番大きな部類に関して、物質、そして物質の中にですね、この中に純物質、よく聞いたことあると思います。純物質と、もう一つ、混合物、この2択に分かれます。純物質は、まあ、名前の通り純粋な物質、混合物は名前の通り混ざってる物質ですね。で混合物に関してはもうこれで終わりなんですけど、純物質が2つに分かれて、これが1つ単体、もう1つ化合物に分かれます。でこれらの例出していきたいと思います。単体に関して、単体の 例は炭素、酸素、水素などなど。次、化合物、化合物は水、エタノール、ベンゼンなどになります。で最後に混合物、これは空気であったりガソリン、灯油などですね。でこれは理解の仕方難しいんですけど、化学式で書いたら炭素、酸素、水素、 C とか O とか H、 英語一文字で書けるんですね、アルファベットで。化合物は例えば H2O だったり、あとは CO2、 このように原子の場合は単体で、複数 H2O 水だったり CO2 二酸化炭素、このように複数の原子で表される分子の場合は化合物になります。で混合物に関しては、例えば H2O と二酸化炭素が混ざっていたりとかですね、例えば空気って言ったんですけど、空気の中には水素もあれば酸素もある、アルゴンもある、などなど、さまざまなものが含まれてるんですよ。だからこのような場合分けができるんで、このように理解してもらったら、問題文で混合物はどれですかと選ばれた、聞かれた場合にですね、答えれるのではないかと思います。で次は化学反応式について説明していきます。ではまず水素と酸素から水ができる反応を書きますね。
こういう感じで水素足す酸素は水という式ができるんですけど、この場合前にあるですね数字を見てもらったいんですけど、2と何も書いてないと2、何も書いてない場合は1が隠れてると思ってください。でこれを下に書いていきますね。2、1、2。でこれが何を表すかなんですけど、最初の方で勉強したモルです。モルで最初に示したこの 2H2 足す O2 矢印 2H2O、 これをモルを用いて説明すると、2モルの水素と1モルの酸素から2モルの水ができるという理解の仕方もできます。でもう一つ、2モルということは1モルあたり 22.4 リットルっていうのを覚えていると思うんですけど、大きさ体積でいうと 2×22.4 リットル、 1×22.4 リットル、 2×22.4 リットルで、これが 44.8 リットル、 22.4 リットル、 44.8 リットル。だからこれも使うと 44.8 リットルの水素と 22.4 リットルの酸素から 44.8 リットルの水ができる。この考え方をですね、頭に一度入れてもらうと、今後ですね、こういう計算式をするときに理解しやすくなると思うんで、一度頭に入れておいてください。で、次は熱化学方程式。熱化学方程式は先ほどやった酸素と水素から水ができるっていう式、化学反応式ですね。化学反応式。これに物理の方でやったですね、熱量覚えてますか？キロジュールとかジュールとかでやった。それを足したものですね、熱化学方程式。熱化学方程式、熱量と化学方程式が混ざったから熱化学方程式。でこの熱化学方程式には2種類あって、発熱する場合、と吸熱する場合、この2種類があるんですけど、これを熱化学方程式で書いていくと、まずじゃあ炭素と酸素から二酸化炭素ができる。炭素 C ですね。酸素 O2、 ここから CO2 二酸化炭素ができる場合はプラスの 394.3kJ と表せます。で吸熱の場合は窒素と酸素から一酸化窒素を作る式を書きます。 N2 足す O2 から2NO で、ここがポイント、マイナスの181kJ になります。で見たら分かる通り、発熱の場合はプラス、吸熱の場合はマイナスになるのがポイントです。以上で第11講義目、化学の基礎中の基礎については終わりたいと思います。で今回の講義で化学の方程式とかモールとかをやったんですけど、あそこを理解できてなかったら次からやるですね計算問題とか全然理解できないと思うんで、理解できていない場合はもう一度見るか、コメント欄にて質問していただいたら解説しますんで、不完全燃焼で終わらないようにしていただけたらなと思います。以上で公式見物取扱者の解説動画第13講義目、化学1、基礎中の基礎については終わりたいと思います。次回第14講義目は化学2ということで、化学平衡についてやっていきたいと思います。化学平衡は化学の分野で結構理解しにくい分野になってきます。そのためですね、一人で独学で勉強するのは少し難しいと思うので、よかったらこちらの動画も見てください。終わります。最後まで
ご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。